はい、それではこちらの動画ではその他の音を足すというお話を説明していきたいと思います。ここまでの動画で大きなメロディーのメロディーを弾いて、そして左手ではベースの音を弾いて、少し曲らしくなってきたではないかなというふうに思っておりますが、まだこれだけでは完全ではないので、このメロディーとベースの音以外の別の音をどうやって足していったらいいのかということを説明したいと思います。こちらの資料の方に書いてありますように、3度でスケールを弾いて各和音のメジャーマイナーを分類するという作業をやってみたいと思います。どういうことかと言いますと、この大きな古時計の場合は E フラットですが、ちょっと分かりやすいように最初は8鍵だけの波長調 C メジャースケールでお話していきますと、このようにドレミファソラシドがありますが、3度、つまり最初の音が1で次が2で3、鍵盤1個開けた状態でこのような音を出して平行移動させていきます。これが3度の平行移動のスケールです。で、そのように弾いたときに、この下に、1、2、3、4、5、6、7というふうに書いてあります。この1と、この1から7までの数字が大文字と小文字に分かれています。それぞれのこの1番目の3度、2番目の3度、3番目の3度、4番目の3度、8番目までメジャーとマイナーというものがあるということを大文字小文字で示しております。そしてマイナーについてはこの小文字の M をつけております。メジャーというのが明るい響き、マイナーというのが少し暗い響きというものを表すものですけれども、1番のところはメジャー、2番目の3度はマイナー、3番目の3度もマイナー、4番目もは今度はメジャーですね、5番目はメジャー、6番目がマイナー、3番目は資料の方にはディミニッシュという DIM というふうに書いてあるんですけども、こちらも一応3度はマイナーということになっております。これは西洋音楽の理論で、このドレミファソラシドの中では3度っていうものはこういう順番になっていますよというふうにもう決まっているものですので、これがどこのキーに行っても全く同じことになります。つまり大きな古時計のこの E フラットのキーでも同じように3度、このミのフラットと1個飛ばしてソがから3度ですね、このまま平行移動していくと、このようになります。もしちょっとここで何言ってるのかよくわからないっていう方は、一回ここでビデオ止めて、この3度の動きっていうのをしっかり確かめていただくといいかもしれません。そして、ここが1、2、2はマイナー、3もマイナー、4はメジャーで、5はメジャーで、6はマイナーで、7もマイナーで、そして、8番目はメジャーというふうになるというのを確認していただけたらと思います。話を続けていきたいと思います。3度このように弾いてまいりましたが、基本的にコードというものは3つの音を構成音として成り立つものになっておりますので、実際にもっと
深く掘り下げていくと、4つ、5つ、6つとかになったりする時もあるんですけども、まあ、この時点では3つの音を使うということで、大きな古時計では例えば最初のコードの E フラットっていうものがありますけれども、これは、先に答えを申し上げますと、この、ミのフラット、ソとシ、この3つの音を鳴らすものということなんですね。ということで、この3度で今平行のスケールをやってきましたけれども、もう一つ今度は5度というものを足す必要が出てきます。5度というのはこのルートベースの1番目に対して2、3番目がこのソでした。これも押したままで、次が4番目で、ここが5番目、この音になります。白い鍵盤の波長調のドのシの、C のコードでお話してみますと、で3度がここで、4、5番目がここですね。これでまた平行移動をしていく。これで全部で7つのコードを、ここにある7つのコードを、押さえたということになるんですけれども、5度ということですので、またじゃあ白い鍵盤の方でやっていきますけれども、ここですね、1233を飛ばして5度、こういう平行移動を今度はこの E フラットのキーの中でもやっていきたいと。ということになっています。しかしここでちょっと立ち止まって考えてみたいんですけども、また白い鍵盤に戻りますね。話が説明がしやすいので、1、2、3度、そして4、5度、1と3、1と5というふうにありますが、実は3と5というのも一つの音を飛ばした3度になるんですね。なのでここからこのように移動する3度を、全部で7つ弾けたら、5度の音というのも必然的に足せるようになるんですね。なので、1と E フラットに戻って1と3、4、5、3と5で、このように平行移動ができれば、慣れていきますと3つの音での平行移動にも慣れていけると思います。そしてここで、1から7までで3度は1番と4番と5番がメジャー、2、3、6、そして3度は7番目もマイナーということだったんですけども、最後のここの5つ目が、ディミニッシュという DIM、ディミニッシュと言いますけれども、ディミニッシュである理由についてお話ししたいと思います。3度のお話で、ここがメジャーですね。で、2番目がマイナー、3番目がマイナー、そうですね、4番目がメジャー、メジャー、マイナー、マイナー、メジャーということでした。では、3つの音にしたときに、ここはメジャーなんですが、3番目のここはこの資料によるとマイナーになってるんですね。つまりここはメジャーとここはマイナー、メジャーとマイナーっていうお互いの3度の組み合わせになっています。そして次ここについては2番目はマイナーというふうに資料に書いてあると思います。しかしここは4番目になるので、4番目はメジャーです。マイナーとメジャーの組み合わせがマイナーコードということになっています。3番目もマイナーで、こちらは5番目でメジャー。マイナーとメジャーの組み合わせでマイナーコードというふうになっています。そして、
次は4番目のコードですね。4番目のコードはこちらの3度がメジャーで、こちらの3度はマイナーということになっています。これは6番目なので、メジャーとマイナーの組み合わせでメジャーコードというふうになっています。そしてここ5番目のコード、5番目のメジャーなので、ここはメジャー、ここは7番目の3度なので、ここはマイナー、メジャーとマイナーの3度の組み合わせはメジャーコードということになります。6番目のコードに参ります。6番目のコードは下の3度が、これは6番目の3度なのでマイナー、そしてここは今度は1番目に戻っていますので、1番目の3度はメジャー、マイナーとメジャーの組み合わせでここはマイナーコード。そして7番目、最後の7番目になりますけども、ここの3度はマイナー、そしてここは2番目の3度になるので、ここはマイナーです。マイナーとマイナーの組み合わせとなっております。この組み合わせは今までで初めてになっていると思います。7番目のコードというのは下の3度も上の3度もマイナーなので、これをディミニッシュコードというふうに呼びます。5度の関係でいきますと、これは完全というコード5度になっています。完全5度、ここも1番から6番までは完全5度なんですけども、ここだけはディミニッシュフィフスといって、完全5度が本当はこれなんですね。ですけれども、半音下がっているということで、ここがディミニッシュということになっています。このような理由から5番目、失礼しました、7番目のコードというのは DIM、 ディミニッシュというものがつくということになっています。この音を足して実際に大きな古時計を弾いてみるということになりますと、単純にこの3つの和音を押しながら、これがいわゆる、本当に一番の基本的な理論通りに基づいた弾き方というふうになるかと思われますけれども、実際にはこのような演奏っていうのを、しているっていうのはほとんどないので、またそれら のアレンジの仕方については別項目でお話ししたいと思います。そしてこれが全てではないということで、それがこの資料の次のイレギュラーなコードというものです。さて、ここで問題になります。皆さんにこの楽譜の中から、実はこの 1,2,3,4,5,6,7 E フラットというキーの中で弾いた、にそぐわないコードというものがこの中に書かれています。これを見つけていただくために、一つ目の問題としては E フラットのキーで弾いたこの、をこの 1,2,3,4,5,6,7,8、8はないか、 1,2,3,4,5,6,7 に当てはめてほしいと思います。この動画のレッスンのクイズのところにいくつか案を出しますので、どれが正しいのかを選んでみてください。そして E フラットのキーの中でのこの 1,2,3,4,5,6,7 メジャー、マイナー、マイナー、メジャー、メジャー、マイナー、ディミニッシュっていうコードが全部分かったら、問題の2つ目になります。2つ目はこのコード譜の中にあるコードで、これに当てはまらないものがありますので、それを探してみてください。この
動画が埋め込んであるホームページのクイズというものでお答えいただいて、そこで正解不正解が見えるように設定しておきたいと思います。そしてこの次の動画でも、その正解不正解と、理由についても説明したいと思いますので、ちょっとここは難しいところになるかもしれませんが、試しにやってみてください。どうしても分かんなくて、これ正解しないと次に進めないっていうことではないので、正解できなくてもとりあえず次に進んで、またその理由などの解説を聞いてもらえればというふうに思いますので、まずはちょっとチャレンジしてみてください。以上です。